はい、ゆうかさんありがとうございました。はいはいはい、ちょっとね、ステージの感想、なんかいつも三線で歌ってるようなイメージがあったけど、こういうなんかバンドでっていうのはありますか？はいはいはい、なんかみんなが盛り上がる曲やりたいなと思って三振やめました。やめた？やめてやめたやめてないです。あ、今回だけね。三振の曲はやめたわ。で、どんなでした？携帯で動画撮ってたけど大丈夫？事務所に聞かなくていい？大丈夫大丈夫だ。事務所事務所って言ったら、ね、いやいやね、お母さんがね、もうね娘のこのね成長って言い方あるんだけど、ね、一生懸命、ね、デビュー予定してますよ。高校卒業したらちょっとデビューするぞみたいな。まだ考えてます。いやいやね、もうで三振もできるし、そういうポップスもどっちの方がいいですね。将来が楽しみですけどね。さあ、もうバンドのね、3つグループが続くんですけど、トップバッターでしたけど、はい、お決まりのお約束の、カメラに向かって、レシピへメッセージを、はい、いいよ、レジには、自分と絡みないんですけど、病気と戦って頑張ってほしいです。頑張ってください。ゆかさんでした。はい、今日はこのね、頑張れレジのライブも全部、お母さんと一緒にね、後ろでこう頑張ってます。受付の方もね、頑張ってます。はい。